わ、食奪。あ、でもアビリティの使用最小限でサイトなんか取ったんじゃないか。そうですね。ただその間にショックダーツのダメージを受けていた侍で体力半分、空海も落とされました。被害が大きいクレストゲーミング、イグジストはフルの状態での取り返しです。リコンボルトはラキはまだ上がっていません。先ほど使ったばかりかな。ただ KO は上がっています。そうですね、パラノイアも残してますから。ゼロポイント手前。さあ移りました、2人でしょうか。ジェットはおっとトリック出ません。インサントレード、残ったのはメルフィ、うん、取り返し成功イグジスト。いやー、これ非常に他のチームでは見られないような、武器が弱い分ちょっと強気で勝負する必要があるんでしょう。お互いフラッシュを受けましたが、前に出ていくペッパー、ジェムキのカバーが入りますが、ラキア、リパブロカバーに入りまして、これも詰めている B 側、スパイク見えました。しかしその奥からショータ、リコン反応しない。おお、勝ったのショータ。おー、ただ一発受けてますね。設置完了。リコンが上がったのは今度はサムライディ、ラキアもリコンは上がっています。そうですね、リコンとショックボルトをどう打っていくか。翔太これパラノイア構えてますね。リコンボルトが鍵を握りそうですね。うーん、中にいる方がリコンは刺しやすいケースがあります。はい、この体力だとショックダース、うわ体力15。翔太今出るショックダース食らったがサムライディのカバーだ。武器有利、 A は時間稼ぎができれば十分なイグジスト。クレストゲーミングからすれば今しかない。判断のフューリーを打っていく、ジェブキン、ショータ、そしてショータのダブルキル、 A 側取れました。 B のアクションをディフェンダーサイドが取ったタイミングでした。3マレタいましたが全部勝ってきましたね。クレストゲーミングからすれば一番いいタイミングで入れました、ね。まあ、もちろんそれは感染視点なんですが、ここは空海のダブルキル。他もパラノイアをこねてパラノイア放っていった。パラノイアはどこで切るかですね。シーカー、そしてロックダウンの返し、この打ち合いではシュラウドステップから入っていったショータからさばきました。リパブロダブルキル、理想的なタイミングですね。すば、うん、後手を先手に変えるような打ち方でした。強いて言えば今回はハサミではなく、今回は B ラッシュでしょうか。速そうですね。さあ行ったジェムキン、上からジェムキン、これは外した。珍しいですね。すでにイグジストはディフェンダーサイドもマーケットも寄っています。ちょうどボート前スイッチあたりで止まっているのがこのクレストゲーミング。ディフェンダーサイドまで行きますが、ここはポエム部のテリトリー、中にはオイタン、囲まれたサムライディとショータ。影が向かうぞ。そのままショータはセンターへ。ショータワンピック取ってサムライディはチャンスが出てきた。サムライディ中に入ってるのがバレてるかどうか。あ、しかし置いた。そうですね、対応できました。ワンオンスリーでの設置、ショータ。ショータのフィジカル、かなり不利なのは間違いありませんが、ラッシュを受けません。うわ、空中打ち落とした。ストレイフジャンプ中の落としでしたね。調子は良さか。バレてないぞ。あ、バレてない。簡単なフューリー受けた。早い。ラキア避ける。しかし目の前にショータ。センターの取り合いが激しい攻防。サムライディが設置後に打ちたいアビリティなんですが、時間稼ぎのために打たざるを得ません。こういった足止めのアビリティがどう機能するか。この後人数に有利があるのでネルフィーもこれ裏取ってますけれども、おっと問題はここも打ち合い。よく気づいた。3対3シュラウドステップ、なるほど、裏に抜いた。おいたのカバー、取り返したのはイグジスト。バーが打った瞬間下投げポエム、先にバラノイアだ。お、早かった。ペッパも返す。お互いの狙いをお互いで潰していく動き。この打ち合いではリパブロカバーにショータ。ラキアがヘブンからオーディンです。バイク入手。いや、非常にハイレベルですね。これはすごい試合になってきました。ヘブン下設置。3対2。
今の食奪も狙っています。もバレた翔太、思い切って勝負を仕掛けに行きましたが、ラストワンオンツー、エルフィーの位置はまた珍しい位置、見えたエルフィー、おー最後は置いたんです。キャットでの攻防、あの A ショートの攻防はあの分かりましたからね。ファーストブラッド置いたん、しかもこれで置いたんが取れるのも大きい。ペッパー中央でキャリアダウン、5対3。おお、スモーク使わない。 B はもういないのが分かっているだか、 A を固めるだけ、そこにはリパブロがいます。おっとすごいとこ抜けたぞ翔太。翔太どこにいるんだ。一人で先にサイト入りましたね。設置はできました。アタッカーリパブロ4だ。ただ正面が薄いのが分かります。薄い正面を貫くイグジスト、裏のカバーはリバブロ。これはサムライに苦しいでしょう。抑制状態、そしてあとは解除するだけ。8本目食です。いや喫茶非常にイグジスト上から綺麗に当てていきました。追いターンを処理していきます。これはかなり攻めが有利になりましたね。さあリテイクの準備が始まります。離婚はないのでちょっとリテイク難しいか。フラッシュを入れながら早く入れていく。正直上から3対2。あ、一方的に見てる。ペッパーのオペレーター、最後の一人だ。あ、ちょうどスコープを外した瞬間でした。リコイルコントロールも完璧。ワンオンツパラノイアを打ちますが、シュラウドセップ、うまいですね。このスモークを使いながら時間を稼ぐ、素晴らしい勝負だ。8対4です。翔太はスモーク打てません。ワイン警戒されてるんじゃないかな。ちょっと警戒してますが、ただ手前にあえて空海も足音を立てたことで引いたペッパーを処理していきました。ショートがここでのパラノイア吐かせましたが、ショートからのエントリーを置いた。グレネード配置、少しそこは盲点だったか。いや、うまい、こういうところ。ラキアの食奪、1ストレード。折り返しはサムライディとジェムキン。敵残り1名。おっと、またサムディが早く感染カメラ外でセカンドバイ、入っていきます。ダレットダウン、リバブルのファーストブラッド、ネルピ、重なったところですがペッパのカバーが入りました。サムライディ落ち着いてリコイルコントロール、B でキャリアダウン、最後の1人だ。後ろからのカバー、ショータ、ショータブルドックで抑えた。8対6なっていません。ファーストブラッド、リバブロ、ここからの A 流れ。これ A ショート、ナノスワーム2つあるぞ。ナノスワーム、さらにはアランボット、フラッシュもある。空海ゴッド空海、うわー、素晴らしいプレーだ。抜き返したリバブロ、3人目エントリーは合っている。しかしキャットからのカバー、2オン2、止めるか止めるか、止めた、逃げた。残り22秒、飛ぶことに成功しました。しかしラキアは A 中、キャット抜け、いやー見ないですね、見ないですよね。こうなると中をクリアするのに時間はかかります。スモークあるんで一応解除はしそうですね。ただ離婚もあります。打ちますよね、打ちましたね。完璧なラキア、ちょうどヘブンの右側にナノスワームを入れ、あ、なるほど、ヘブンした、ヘブンしたか。一応避けではしましたが、これは気づけるのか。いる、良い反応ですね。パラノイアも受けた、全部飛んできますね。足が見えました。ただシーカーも飛んできた、シーカーまだかわします。そしてアルティメットヌルコマンドまで打って、返しないで打てませんね。はい、相場のリコンボルトもドローも打てません。使えない、さあ使えない、スモークも使えない中、ラキア抜きました。取り返しが始まります。ヘブン社のリバブロ、ラストはジェムキン、
キープの判断になります。少しこう危ないヘブン下への飛び込みでしたけれども、まあ、人数で押してさらにはアルティメットで取り返しのアビリティ放てない状況まで追い込んだポエムの判断。そうですね、倒せそうな体力ですね。頭1個、ここはリパブロでした。多面であることをよく活かしてますね。この素晴らしいリコイルコントロール、シュラウドステップで安全に抜けていきましたね。ただまだチャンスはありそうな。クレストゲーミング空海おいたん落としました。体力少ない2人がまだ残っています。サムライディとジェムキン、取り返しが始まります。中が空いてるのがこれでバレましたね。ドローンショックダーツ2本、そしてリコンボルトが上がっているサムライディ。エコのことを考えるとあまり使いたくないというのが本音でしょうか。リパプロ、これヘブン下でパラノイア構えますかね。リコンボルト、いやショックダースです。来ました。する、まさか手前にパラノイアを使った瞬間に乗りましたね。取り返しのジェムキン、浮いた、ワンオンツー、もう時間はありません。打ち合った、体力7、さすがに時間はないか。ラストはポエムが抑えて12本目。まあね、コラウンドだから少しこう正面の打ち合いに負けてしまったというのも敗因の一つではあると思いますが、さあ攻めの選択肢はいくつもあります。イグジスト、ナノスワーマー、アラームボットが敷いてあるクレソゲーミングはマーケット側を処理したジェムキン。これでハサミのタイミングがずれました。ずれる、おー、入っていった、相打ち、いやそれでも十分でしょう。ただ中はペッパーが荒らしています。3人で足並み揃えて取り返しが始まります。バイクを設置、ちょうどアッパー側にはオイタンが控えています。どうでしょうかね、これハンターズフィーリー打ってしまってもいい状況に思いますが、どこを打ちましょうか。中1人見えました。ソーバーだけ見えます。ラキア、パラノイアをこねて入れていきます。ナノスワーマー発動、ナノスワーマー、メインには誰もいない、抜いていく、当たっています。いや、あえてポジショニング変えない。逆に抜かれる、最後の一人だ、降りた、やばい、降りた、降りた、疲れた。これまた面白い配置になりました。そうですね、離婚で奥も映ってないのが分かったので、取り返しが始まります。ジェムキン2人下がってるの強いですね。ジェムキンがオイタンを落として、ラキアはロングから2人目、片付けた、定点から投げようとしたところを狙っていった空海、ラキア3人目。ただショックダースだ、おしゃりコン、体で止めた。ほー、今狙っ、そうですね、今のトレードマーク壊しただけでエリアは広げられそうですね。 A 詰めをケアしないといけなくなりましたよね。タムレディ直打つ、この打ち合いでは追いターン、良い楽ですね。空海1人カバーに入ったリバブロ、さあメインから3人進行というのは分かりました。これでもう全員が把握できました。ホールから1人、メインから3人。バイクをセット、かかった、リロード音聞こえてる。出ていったところはネルフィー、バンダルキープでもいいかもしれません。そうですね、1本取れたの大きいですね。残り1名、1人削った、ワンオツまだあるか。お、勝負しそうですね。ネルフィーへ行く、削りに行った、警戒できてますね。ここにはペッパーです。あ、このタイミングポエムが打ってくるからですね。なるほど、そうですね、ノコマド対策ですね。長打のファーストブラッド、ダウンはしているポエム、ショーター、蘇生はなんとかできます。3対3ポエム、さらにダウン。さあこのままだとかなり厳しいので、あ、中が先に倒れましたね。ゲームキン空海で抑えました、いやでも入りました。進行になりそうですね。さあこうなるとショータのポジショニング非常に難しい。下がりました、打ち勝った、打ち勝った、いや十分ハンターズフューリーです。敵
全部キルカバー。翔太よく打ち勝った。このラウンド残るはリパブロ、ワンオンスリー設置完了です。ようこそ私の世界。すごいショックダーツが飛んできました。あえてですね、ボン来るのであれば行くよと。しかし手前見えてない。ダブルキル。3人目は時間稼ぐ。3人目抑えた。チューリフだ。4人目はラキアのカバー。これは起こせない。発敵する。ああ、珍しいミス。珍しいですね。スネークバイトで倒していきました。翔太空海の立ち。翔太見えた。それでもリコンは打たれていません。横にいたペッパーです。エコラウンドのイグジスト、ヒーローズバイも置いたのはどうだ。ハンターズフューリーを打っていきます。攻めのハンターズフューリー、ラキアの射線はどうでしょう。おーおーおおスリフティだ。でもファントムみたいな打ち方でバンダル当たって、もうここからどうするかですね。あー、サブラットジェムキンができます。カバーかなり気にしててちょっと入るの遅くなってますね。となるとネルフィーがどこまで耐えれるか。残り12秒。時間ないですけど。ネルフィーワンピック10秒。開始のリコンボルト刺さった。カバーのジェムキン、リコンに刺さった。リッパブローを落としてラストはポエムと置いた。早いですね。もっと裏から空海来た。立ち回り完璧だポエム。残り1名。空海も対応した。シカ確定のポジションが分かりました。オペレーターのオイタン、フラッシュが入った。もっとオイタン、もう時間はない。ランデブー、はあ、目に下がった。大丈夫だって。うわー、読み切ってる。出ない。あえて出ない。読み勝ちだ。読み勝った。クラッチ、あの顔見たかい。と失礼。ラスト入っています。ちょっとネルフィーが苦しいポジションです。うん、お見事なセットアップ。イグジスト、ちょっとランデブの位置と離れてしまったのか。うん、これは取り返しやや難しくなりました。これが11ラウンド目。さあ縦切り、スクリーンで何も見えません。取り返しが始まる。翔太サムライ D、 一方ポエムも返して人数状況3対3。お、抜いた。ラキアが手前、そして奥から置いた。ラストのサムライ D はクロスを組んでいます。7対4、徐々に追い下げています。ドローン手前で壊せたのは大きい。さあ深火フラッシュ、素晴らしいフラッシュ。しかしネルフィ、ジェムキン、互いにダブルキュー。ラキアは起こす勇気。しかしハンターとフューリーが届いてくる。起こすのは難しそうですね。体力30、逃げれない。ポエムは見えないところで土下座をしています。敵残り1名。落ちましたねポエム。ラスト1人は追いターン。今日クラッチプレーを先ほどワンオンワンで叩き出しました。ここで面白いですね。ショータは裏回りするんですね。ドローンはどうでしょう。あ、見えました。見えましたね、トレードマークを置いたので。確定の情報が入りました。はあ、引き切っているサムライディ。手前に置いた。見えた。打ち合いにければ B 展開できる。さあ抜ける。このまま置いた。翔太は追いつくか。足音がお互いで聞こえるぞ。翔太の方が情報量は多い。多いですね。置いた、見れるかどうか。翔太、おお、ここはいい寄りでした。ごめん、翔太は前に進む。ポイズンクラウド、フラッシュを入れて側面までは取れたか。ホール、ああ抜いた。クラシックだ。翔太空海ポエム、ポエム、ここもポエムだ。設置は翔太、頭に入れるが、ここはラキア。あの距離ヘッドハンターに対して勝てるクラシックがあるらしいですね。ほとんどここポエムも警戒できてるんですね。おお、出た、抜いた。これ幸代さんどっち。いやー難しいです。あ、抜いた。力
かしまだディフェンダーサイドには残っているおいた。しかもサイト中に飛んだ。ランデブで帰っていく。次おいた。それでも設置を試みる。スパイクを設置。うわっおいた。77であればマーシャル一発。ジムキン体力ない。あー体力のあるサムライ D が詰める。ゆっくりとサムライ D 側面を。ああ帰っていく。体力24。神がかっているおいたの立ち回り。サムライ D は逆にマーシャル抜いた。今回はガチじゃないぞと。おお抜きました。な声出た。抜きましたシリーズですね。クレストゲーミングは中に入っていきます。5対2の状況。あららあららと中に入ってデスマッチ終了。9対6。あっという間の。フラッシュ打てませんもんね。はい。リコンも打てなくなりましたから。スクリーンもたけない状況。それでも前に出るジェムキン。私の世界。見えた。あ打ったこれはでかい。なぜこれが当たらないんだ。もう逃げたすぎにちょうどスネークバイト。ショータ出そうですね。抜いた。抜いた。A でキャリアダウン。スパイクは回収。残り1名。横から空海。これペッパーの位置もバレてそうですね。今リロードオンしましたもんね。うん、頭1個。メルフィーが抑えまして10本目。アビリティには対処しています。それでもう一度。おお。ファーストブラッドラキア。入るなら絶対リコンからか。そしてなぜか B にまた帰っていくこのオイタン。おお、あらかじめ離婚の定点位置隠しましたね。しましたね。素晴らしいペッパーの知識量。手前にいるのが分かった。中に入っていくペッパー。そしてオイタンのカバー。時間稼ぎ完璧なペッパーだ。残り1秒。オイタンペッパーの時間稼ぎでラキアが寄れました。の方が今のチームには合ってるというところでしょうか。さあ入っていくところ。あ、ブリンク中倒されました。ドローンでかい。カウンタードローン。ああ攻めづらくなってきた。イグジストの守り方が硬くなってきました。間違いなく B にオイタンがいることがその原因でしょう。うーん、一人で抑えれてますからね。手前にはサムライディ。階段に一人、手前には人だ。一人、二人目は難しかった。それでも居場所は分かりましたね。人数状況は圧倒的有利ですね。あ、ショット聞こえた。ショットが聞こえました。上にはトレードマーク。お、どこ行った。反応だいぶ早かったですけど。ランデブーで帰ってくる。残り1名、あと30。これ、まあセンターホールでワンピック勝負してハンターフューリー、エントリーに対してのラキアの精度の高いハンターフューリーでサムライ D 落ちました。これでハンターズフューリー打てません。その間ショータがペッパーを落として、ここはジムキン。うわー、まだ行く。先行弾だ。下投げ2対3。最後の1人だ。ここはネルフィーが対応してラスト1オン2。これが堅実なジムキンです。セーフティーなジムキンですね。ハーフいけていません。残り1名。邪魔をする。裏から全部かしたラキアがいました。ペッパーの位置、ファーストブラッド。この上で、まあ、当然今のようなスローピークをしてくるんであれば B に集まってるのが予想できますよね。ラッシュが飛んできます。設置できればバイパーズビットアップ。飛んできた。おお、これ大きい。離婚で見えた。ペッパーの位置も吐く。バイパーズピットが上がった。ワンチャンス。さあ、ショータの世界ができました。小さなショータの世界。サムディ、サムディ対ペッパー。3人でこのエリアを守ることができるか。クレストゲーミングマッチポイント。離婚をどこに打つか。打つ時間がないか。潰されていく判断。空海が待っている。空海が待っている。ダブルフィールだ。
抑えた。おお、これは間に合う。時間は十分にある。首の皮一枚。首移りましたね。メインですか。ただスモークイン。手前で行く。行く。うわ、上行く。おいおい。さあ逃げれるか。そのまま中に入っていく。早い。スパイクドロップ。スネークバイトで足止め。横から翔太。ブルドックでも強い翔太。残り1名。いい状況。あと30秒。そうですね。無理なピークはしません。空海、はい、最後勝利。まあそれでもワンピック取った空海。低いランターズフューリー狙ってる可能性もありますか。打った瞬間ファーストピックアップ。ややウッド側。ここでリパブロ落とせるか。リパブロの横ステップが効いた。落とした。ドクター十分。下投げフラッシュ避けられない。これは大きい。もう一回下投げフラッシュ。避けられない。人数は分かった。ポエムの情報をどう生かす。ラストだ。重なってる。ラストワンオスリー。追いついたイグジット。ホールでのプレッシャーです。メインはほとんどいません。ドローンだけ流してウッドだけだ。空海ファーストブラストポエムのカバー。フラグメントをサイト裏に投げる。ショックダンス入ってきた。素晴らしいアビリティ。ショックダンス動けない。どういうこと。バラバラの打ち合いが始まっている。2オン3オペレーター。ここだ。ラキアがオペレーターだぞ。毒の壁よ。ラストはショーター1オン3。非常にレアなラキアのオペレーター。いや、まあ、一番初に2人いるっていうのどうやって特定したんでしょうね。一応ドローンは回ってますよね。ドローンで見えてたのかも。させなかったけれどもピークが見えたっていうところかもしれませんね。さあそこに対してのフラグメントと、ショックボルトの泡。ファーストブラストサムライに。おお。B 入る。あ、ブリンクインしました。B がもうすでにブリンクを使います。一旦うまく隠れてる。おい、ターンが手前に。ランデブは残ってる。逃げた。帰ってきます。リテイクの配置。ただスネークバイト、ショックダーツは2つ残っています。これネルフィーが、はい、やはりメイン下がって、しかもオペレーター持ってるので。わあ、これはでかい。まさかのポエムが手前に。ショックダーツを狙ってたかとかいろいろ考えたんでしょうけれども、まずはバイパー落としてきました。取り返し始まる。ラキア、いや、ラキアが強い。こうなると、そして最後はポエム。14本目はイグジスト。アッパーブラケット進出。